スカレッジダンサー2020に出て自分の弱さをたくさん知った。たくさんの人の支えがあって最後まで頑張ることができたし、自分のダンスを見ていただける楽しさを改めて感じた。やけ、今回一人でチームを出すことにした。みはるのダンスを見て何か感じ取ってくれた、嬉しいです。初めて一人で3分も踊るけ不安もあるけど最後まで頑張ります。それではどうぞ。僕がずっと前から思ってることを話そうか。友達に戻れたらこれ以上はもう望まないさ。君がそれでいいなら僕だってそれで構わないさ。嘘つきの僕が吐いた反対言葉の愛の歌。Thank you.